光が直接当たってるっていうか光がこう入ってきてる。これこれすごい。僕もともとそのまあ夢で入る気なかった少年なんですけど、なんか自分がこう上がってきたロジックっていうか、実際こう考えてみると全部こう意外と一緒あったりするんですよ、成功してることパターンが。時代の流れをなんか読むっていう、まあ、多分読みすぎてなんかちょっと勘違いしちゃう人って多いと思うんですけど、なんか難しいですよね。なんか美容業界だからこそなんか時代をつかむのも大事なんだけど、やっぱまた戻ってくるとかそういう時代のなんかこうルーティーンみたいのもなんかしっかり頭の中に、まあ、描けてないのに多分みんな、例えば自己ブランディングだから自分だけでいい時代なんだ、フリーランスになろうってこう結構軽はずみに言ってる人って多分僕の友達にも多分正直いて、じゃあ逆に技術はどこにあるのとかそういう話になってきて、結局うまくいかないのに時代になんか時代を利用しすぎているというか、あ、これです、家、この部屋です、ここで、あの、こうなんですよ、ここでビアンキのあのもう何十万するチャリを東京来て3日ですられるっていう、それが東京の初めて来た洗礼ですよね。ちょっとここに立ってることがめっちゃ懐かしいですね。ここでこうやって座って、でなんかベレーザ今一緒やってる美容師がいるんですけど、そのレンタロー君って子がここでブリーチしてくれました、僕のことこうやってもうお母さん結構まあなんかそういうの結構厳しい人で、まあ、生活するには十分みたいな、それくらいで外遇に何が必要なのテンションなんで、多分家賃どんぐらい4.7とかですね、これで ここ通学する美容って大きい、美容してみて大きい、バイトチャリだって、ここから俺のビッグで俺がガチで巻いてる姿が目撃されて、結構インスタ、ツイッターとかでなんかちょっと回るのが流行るっていう、あいついつまでやってんのみたいな、結構入りました。その就活ですよね、どこ行くかとか、結構僕の時代って多分今の時代みたいにインスタ流行ってたけどそこまで情報を得れたりとかが結構あんま文化じゃない、有名店って言われたところしかわからない状況だから、人で選ぶってことができなかったんですよね、僕的には。今振り返るとなんか、まあ、赤ちゃんから生まれてきたら、まあ、お母さん選べないけど、就職とかって結構家族選べると瞬間なのに、結構まあ時代もあったりとか自分が美容室行かなすぎたってもあるんですけど、まあでも美容学校1年なんで1年でもう就活じゃないですか、それ自体が多分どうなのかなみたいな、ありますけど、結構その悩みが大きかったです。だからもう10畳のサロンで働くか有名店行くか、今だから言えるんですけど、ここまでなんかこう例えばお客さんをやったりとかインスタでやったりとかメディアに取り上げてもらったりってこと自体も、僕がこういう感じになるっていうあんま想像なくて、10畳とかでも別にしっかり家庭持っていけるような、なんかそういうなんか稼ぎがで、ね、しっかりできたらなっていう、技術もつけれたらなっていうのがあったんですけど、まあ結果有名店に行って、そこから僕のなんか美容人生の考え方みたいなガラッと変わって、有名になりたいっていうのが、まあ、一番最初に思いましたね。普通になんか何か獲得して何か得たとしても、なんかさっき言ったようになんか勘違いだけはしないようにこれだけは僕は本当にサッカー時代に叩かれすぎたんで、なんかそのちょっと天狗というか天狗すぎて、結構それで多分叩かれすぎて、それに対していいことは一度もなかったっていうのは経験上あって、結構多分なんだろうな、結構腹割って話すなら、美容師さんって多分例えばですけど、その学生時代とか中学校時代とか高校時代とかに何かで例えば林立てられたりとか天狗になる瞬間多分なかった人はいると思うんですよ。でその人が例えば美容師さんになってちょっとチヤホヤされた瞬間に、多分間違えたなんか何か過ちみたいなのを正直しちゃってる人はいるんじゃないかなっていうのは
僕はまあ思ってます、言わないでけど言っちゃってますけど、でもなんかそれはなんか絶対にしちゃいけないことだと思うんですよね。まあ何が大事かっていう、感謝とやっぱ謙虚っていうところですね。謙虚さ絶対忘れちゃいけないな、お父さんの教えなんですけど、なんか、はい、内藤家の家訓がありまして、なんか礼節を尊び努力もしまず謙虚と感謝の心を持って物事に当たるっていう、まあ、それも言葉を常に意識して僕生活してます。あのお菓子しか食べれない時期があったんですね、お金的に。いっぱい食べたい時はなんかもうあのゴリゴリのせんべいとなんか違う、なんか服にお金使いたくて、どうしても学生時代。なるほど。何かで削ってたんですよ。で、自分の場合は食だった。食でした、完全に食でした。まあ、エデンに入って10月頃、まあ、代表としてちょっとブランディングしなきゃってなったんでね、これで行こうってよりは今伸びてる人をリサーチかけて、それでなんか今、まあ、身近に伸びてる人にそのザックの先輩遠井さんと山津さんっていう人がいて、その人たちがなんとか巻きみたいのでこうすごいバズってて、それでまあ一回真似しようってなって、お客さんに結構お客さんに見せたら、なんか美容師さん巻いてるやつ分かりづらいみたいな言われて、あ、これめっちゃヒントだなと思って、お客さんのことだけを考えたインスタを作ればやばいことになりそうな予感はするって言ったんです。美容師さんってやっぱそうですね、まあ、プライドを持って仕事してる人はかっこいいですけど、そのプライドを間違えちゃうと実際もお客さんのためになってないだけで、なんか自分自己満というか、結局誰のためにやってて誰からこの生活をもらってるとか、やっぱ結局お客様っていうのは絶対ブレないとこだと思うんですよ。なんかまあそういう中で僕はもう本当に市販のシャンプー勧めたり、もう結構ね、ちょっと危ないですよね、危ない橋渡ってきたんですけど、でもなんか結果お客さんのためになったことばっかりで、上げて終わって今になってみるとすごいシンプルですけど、あ、やばい、カラーの色持ちのこと考えてなかったとかお前考えてんのかよって、もしいろんな人が言ってくるかもしれないですけど、言ってきたとしても僕はあの投稿でなんか学びましたって言い切るだけなんで、別にお客さんのためのことだけ考えてるだけなんで、別になんかそこでなんか美容師がいろいろ言ってきたところで否定しないし、そうだったんです、ありがとうございますって終わらせるし、なんか別に恥ずかしさはなかったですよね。だから間違えたらどうしようとか、結構若い子ってそうだと思うんですよ。この投稿したら誰々に何か言われそうとか、だから結局言いたいのはなんかその空気を読むな、時代を読めってことです。お願いします。その感性の面とかデザインの面で勝てないかもしれないって思っちゃいましたね、正直。やっぱ建物も違うし、こんな環境育ってたらなんかもう発想がね、もうデザインとか建物とかから見てれば来ると思うんですよ。日本はそういった意味ではなんかちょっと建物がおしゃれかっていうと、あっちはやっぱ地震とか台風とかないんで、だからなんかそういう木造系とか大理石で建ったって、結構なんかおしゃれな建物が多い。そういう面ではやっぱパリコレとかミラノコレクションがあるように、やっぱヨーロッパの方がそういうセンスとかデザインとか感性の面では結構遠い存在というか、もう0歳からあの環境だったらそれはおしゃれになるわとか、まあ今僕のインスタ見てもらうと分かるんですけど、お客様目線ってことで、まあ、あくまで美容師目線ではないので、まあ、美容師さんから見ると例えばモデルさん自分で巻いてるやんとか、カラーの画像を編集しすぎてない方がいいとか、正直なんかいろんな意見がまああると思うんですよね。で、最初始めるにあたって同世代のなんかそのおしゃれサロン、俗に言うおしゃれサロンみたいなところに行った人たちからは最初は、まあ、何どうしたみたいな、美容師のプライド捨てたのみたいな、おしゃれとかもう捨てたのみたいな感じで言われたんですけど、でも結局、まあ、僕はそこはもうやるしかない、やるしかないからもうやり抜くだけだと思って、もう無視して、まあ結果出せば絶対言われない。美容師さんに何だろう、反感買うみたいな思ったんですけど、僕叩かれるまでの、あの人でもなかったんです最初。正直僕が言いたいのは、その実際
美容師にどう思われようと関係ないとかの前にそんなにあなたを見てませんよっていう、そこなんですよね正直。だから結局話題にされるような人になるためには結果を残さないといけないんで、だから結果を出してない人はまあ何でも言えるんですよぶっちゃけ。結果出してる人は逆に聞いてきます、どうやったの、どうやってんの、いやすごいねあのやり方って言ってくるんですよ。今カラーで結構来てるというか有名になるきっかけになったというか、お客さんの間でそのお客さんもカラーを求めて僕のところ来てくれると思うんですけど、やっぱ最終的には僕はまあカットでいきたいハサミでいきたいっていうのがあって、2ヶ月前くらいにイギリスのサスーンっていう世界的にも有名なところでこう学んできて、やっぱりなんかこう、まあ、カラーもそうですけど美容師としてやっぱハサミ1本あれば幸せにできるというか、カラー剤とか刷毛も必要だしいろんなものが必要なんだけど、ハサミ1本あればなんかこう例えば世界の美容師とも絡めるし、世界の言葉通じなくてもその人を可愛くできるしっていう、なんか魔法の道具を使ってやっぱ自分はやっぱ勝負したいっていうのはあります、ね、職人でありやっぱアーティストっていうのがあるんで、理論さえしっかり押さえてればやっぱ新しいカットもあるし、逆になんか理論を逆らってやっていくカットもまあ面白いのかなって思う時期もありますし、全員で上手くなって全員でやっていけば美容師の価値ってなんかやっぱ上がるし、やっぱ誰かだけが上手くなっても結局ダメっていうのはすごい思ってます。そういうなんか、まあ、技術隠すとかそういうのって結構まあ秘伝のタレ隠すみたいな感じで、まあ、そのビジネスとして差別化するならすごい大切なことかもしれないですけど、なんかそれって結局何につながってるんだろうって ぶっちゃけ僕は思っちゃってて、こういう媒体を通していろんな人になんかこう伝わればなのはあるんで、オリジナルのミルクティー作ってやばい、それ結構俺俺それ知らないわ。マジで何も、床履くか片付けるかしか飲み物出すかみたいな3つしかない時ぐらいの時にやってる。そうっすね、変なところにこだわってますよ常に。さっき言ったミルクティー、お客さんが飲むミルクティーをどんだけあのミルクティーに近づけれるかのまあ結構こだわってたかもしれない、確かに。で、なんかめっちゃうまいですよって言われてたよね、そういえば。思い出したそう、めっちゃうまいです、これ誰が作ったんですかっていうのを誰もが作れるような茶葉で誰もやんないから、誰もやんないから思いつかないしてます、これはスタバの店員っていうくだりでやった僕、親から言われたのが復讐心で頑張るって言われたんです。誰かをしっかり頼るし、頼ってもらえるし、もらうし。だから結局言いたいのは、なんかその空気を読むな、時代を読めってことです。お願いします。